パラスティカの豆だと沢出です。今日はキャロラインダイナーに来ました。ここでメロンソーダを飲んで、私たちは今日一日優雅な一日を過ごしていきたいと思います。ここが一日始まりね。そう、いや、そういう家に来たけじゃん、うちら全然優雅じゃない。今日は相当忙しいです。でも正直ね、正直行きましょう。パラスティカ、ジュースみたいな感じ？ピーチのシュワシュワ、シュワシュワなんだ。うん。でも飲みやすい。この旗も可愛いよね。可愛い、これね。めっちゃ溶けてますよって叩かれそうだから。そう、ね、沢出さんのめっちゃ溶けてますよって言われそう。マジで沢出さんのは何味？これはブルーハワイフロート。ブルーハワイフロートです。下のアイスは美味しい。それはない。全然辛くない。あのかき氷のシロップでさ、ブルーハワイアイスな、うん、あれのシュワシュワ、あれのシュワシュワ、美味しいね。めっちゃ色が可愛いよね、それぞれ。これもさ、やっぱ青っていいよね。青いい、夏っぽい、夏っぽい。これ下アイスと混ぜて美味しいけどね。あー、パラスティカ、プリクラをね、取りに行くんですけど、店員さんに声かけるとこのチケットがくれるので、これをお金代わりとして使うみたいです。これで取っていきましょう。これを入れます。はい。あ、やべ、変な方向いちゃったわ。いや、これどうした？パラスティカ、キャロラインダイナー行ってきました。ステッカーをもらいましたよ、ほら。これと、あとポストカードもあったんだよね。そう、これかわいいんで。じゃあポストカード、この何これ、 iPhone ケース発売してんのかな。めっちゃかわいいんだよ、ね、めっちゃかわいい。なんか T シャツとかも置いてあって、うん、それもすごいかわいかったよね。うちら好みだった。そう、うちら好みだったから、多分視聴者さんも好きな柄だと思います。あの12時オープンなんだけど、オープン直後に行った方がいいよ。うん、今1時間ぐらい経ったんじゃない？そうだね、1時なんですけど、外出たらすごい並んでた。そう、ぜひ行ってみてください。そしたらもうすぐパッと入れます。いい席も取れるので、うん、おすすめです。原宿からちょっと歩くので、そうだね、そこがね、そうそう、きついかもしれない。気をつけて行ってください。私たちの Twitter のアカウントが多分概要欄にあります。この動画を気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。
以上、せーの、パラスティカでした。これこれに来たから。